かよ。忘れるんじゃないよ。3年生以上は、3年生は希望でいいです。走る人は走る。どこまで走る？それは後で言います。いいですね。この間と同じところです。わかんないけど。いいですね。はい。はい、じゃあ、かほちゃん、挨拶終わりますね。ありがとうございます。ビシッと。はい。ありがとうございました。ない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 。気をつけて。いや。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。中央走りに。お子さんをこういう活動に入れたきっかけって何だったの？まあ、あれですね、兄弟2人いてるんですけど、子供も同じようにサッカー行ったりとかやってるんですよね。ああ、そうなんだ。なんで、そうすると下の子だけね、家に残っちゃうんでですね、まあ、遊びに行くお友達も限られるし、こういうところで体を動かすのがないとなかなか体を動かす機会少ないですから、うん、なるほどね、そうすると上の子は今何年生？上の子一つ上で、4年生ですね。今度5年生になるんですけど、その子は一つ下なんで3年生ですね今。あ、そうか、今何をやってんの？サッカーと？サッカーとあとはバスケットボールをやってますね。あ、そうなんだ。バスケットは曜日が違う？曜日が違いますね。学校のやつなんで。あ、そうか、部活なんだ、ね、学校のある時間がね、なるほどね、そうか、やっぱりこうやって大人っていうか、こういう一つのグループとかサークルとかこういうのがないとなかなか今難しいですね。そうですね、うん、特に新4年生になると塾1個も多いですからね。そうですね、そうすると走らなくていいから、なかなか週末も忙しい方が多くなるでしょうから。でも逆にこう送り迎えがすごく大変じゃありません？いや、基本的にはもう自分で勝手に来ますんで、もうこの年になるとですね、もう3年、ああ小学校に入って、そうですね、もう3年生ですからね、そうですね、3年生の頭ぐらいはちょっと送り迎えしてましたけど、そう、もう今は全然、今日はたまたまちょっと用事があったんでちょっと行ってみたって感じですけど、そうですね、中学まではまあまだ中国にいらっしゃるんでしょうけど、高校になったらもう地域離れちゃいますからね。ね、そうですね、ここないですからね。そうですよね、だからそこまでなんだよね。そうなんですね。だからね、教室とかスクールとかじゃなくて、うん、本当はね、学校終わって外で遊んでるっていうのが一番いいでしょうけどね。そうなんだよね、その予測できない活動っていうのをね。見えて曲がってった。お、曲がってった。どこまで行くんだろう。元佃の方に行って、多分その辺からもう一周回るか、帰ってくるか、そこから帰ってくる。そこから来たからね。どこ来た、どこ来た。あやそっちからさ、ちょっと行ってみよう。そうそうそう、元佃の方に行くと多分あの辺から出てくるかも。出てくると思う。来たー、どんどんです。来たー、みなちゃんこっち、みなちゃんこっち、みなちゃん。はい、ちょっと止まらない、すぐ止まらない。お母さんが、すごい待っているから。はい、2周目以降、自分のペースでいいから、最大3周まで、はい、逃げる人は行って。